宇部市野球場は山口県宇部市の温田運動公園内にある野球場。宇部市の条例上の施設名称は温田運動公園野球場で、宇部市野球場は通称名として使用されている。施設は宇部市が所有し、宇部市体育協会が指定管理者として運営管理を行っている。施設命名権により2011年4月1日から愛称を UPR スタジアムとしている。1941年に、上べしえいおんの球場として開場。1998年2月5日に改築工事が完成し、同時に条例上の施設名称を、温田運動公園野球場に改称。合わせて、上べ野球場という通称名が付与された。高校野球のほか、不定期に、読売ジャイアンツや広島東洋カープの、 プロ野球オープン戦、横浜 DNA ベイス,スターズのイースタンリーグ公式戦、福岡ソフトバンクホークスや広島のウエスタンリーグ公式戦などが開催されている。公式戦誘致のための資金収入を得るため、場内フェンスに広告を掲示している。2011年に開催されるおいでませ、山口国体高校野球の会場となっている。宇部市は新たな財源確保と、 スポーツの振興や市民サービスの向上と地域経済の活性化を目的に2011年開催のおいでませ。山口国体で競技会場となる東急場と中央公園テニスコートの2施設2施設命名権を導入する方針を明らかにし、2010年12月1日から2011年1月31日までの間、両施設について、 年額200万円以上を条件に売却先の募集を実施した。その結果、東急上の命名権には、宇部市に本社機能の一部を置きっぱレッドなど物流機器のレンタルを主な業務とする u p r 一社のみが契約期間3年、年額300万円の条件で応募した。2月9日に開かれた選定委員会における審査を経て、売却先に内定し、 2月28日付で売却が正式決定。愛称を UPR スタジアムとすることが決まった。契約期間は2011年4月1日から2014年3月31日までの3年間で、3月4日に契約調印式が取り行われ、UPR の坂田義し、や社長は野球場の命名権取得に関し、国民的スポーツで、 広告効果が大きい。市政90年のお役に立てばと思い応募したと説明した。その後、球場のメインスタンド正面やスコアボード、バックネットの下など、場内の5箇所に、愛称のロゴを配した看板が、UPR の初費用負担によって設置された。命名権導入後も、宇部市の条例上の施設名称、オンダ運動公園や球場は変更せず、通称名、 ウエシア球場も継続して使用している。なお UPR 側は命名権取得の経緯について、我が社の取引先は、メーカー、運送会社、宅配会社などに限定されており、ネーミングライツも、一般消費者向けの広告効果を狙ったわけではないと、している。セントラルリーグ公式戦オープン戦、イースタンリーグセントラルリーグ公式戦オープン戦、イースタンリーグ公式戦セントラルリーグ、 公式戦オープン戦、ウエスタンリーグ公式戦オープン戦、ウエスタンリーグ公式戦オープン戦、ウエスタンリーグ公式戦オープン戦、オープン戦、ありがとうございます。